ラヘン逆に普通にね、はい、ガシッと編集してもらっていや、そんなもんもね、ほぼ編集しないんですよ垂れ流しやな垂れ流しですねお願いしますはい、お願いしますなんか僕的には、その太陽はあんまりご飯とかは困ってなくて今知りたいことって言ったら、うん、ワンちゃんの食についての基礎じゃないけど基本的なこととかは何も知らないんで、うんうんうんはい、これはなんか、多分お客さんとかも見張ると思うんでこんな内容知ってたらいいなみたいなのを聞きたいなとでその中で疑問が僕の中で出てきたら井上さんに聞かせてもらったら了解ですざっくりですねざっくり、はいはい、僕はあのセミナーもやってるんですけど、はい、総合栄養食とかねあ、はいはい、やっぱ有名じゃないですか、はいはい、これ食べとったらまあ OK だよみたいなですね総合栄養食は、まあ、お水とそのご飯だけでいいんですよって言われてるんですけど正直微妙なんですよへえー、あそうなんですかそうそうと僕は思ってて、まあ、総合栄養食の基準自体がそもそもアメリカの基準なんですけど、アメリカのワンちゃんたちと日本のワンちゃんたちって人気犬種も違うわけで、人間でもアメリカ人向けの栄養の基準と日本人向けの栄養の基準って多分違うべきだと思うし、多分違うんですよ。犬の方が犬種の差が激しいじゃないですか。大きさも本なんですしね。多分シングルコートもあれば、みたいな。確かによう考えたらほんまっすね。そう。普通に考え、何も考えてなかったっすけど。確かに。ただ、でも、じゃあ他にいっぱいそういう基準がある方あんまないんで、はい、何かを基準にしないといけないって言って、はいはいはい、一旦まあアフコで、あまあ言っちゃいいんですけど。この総合栄食、養殖やったら、この栄養が足らへんのちゃうかなとかがあるってことですか？まあ不足はあんまりないかもしれないんですよね。うん、なんですけど、うんまあ、強いて言えば、ビタミン C とか、例えば、いりそうじゃないですか、体に。ああ、確かに。はい。なんですけど、ビタミン C って人間と違ってワンちゃん体で作れるんですよ。作れるんですか？へぇー。体内で。そうそうそうへぇっていうものって、体で作れるものは総合栄養食の基準に含まれないですね。作れるでしょってことなんです、ね、なるほど。外から取る意味はないっていうことですか？そうそうそうなんですけど、一応、そのストレスの多さとか、いろんな病気にかかってるとか、いろんなことでその必要量って変わってくるんですね。なんですけど総合養殖には極論ゼロでも総合養殖なんですよ、うん、っていうのが他にもいろいろアミノ酸の種類とかでワンちゃんは体で作れますっていうものは入ってなくていいよっていう感じになってるんでそれは実際じゃあどうなんですか入ってなくても OK そうなんですかやっぱ多少は取っといた方がいいよみたいなのがたりするうん、なんかね、賛否あるんですよね。それも、だから答えは出てないんですけど、でも、あの、足りないんじゃないかっていう声も結構。あったり。あったりしますね。うん、それで、じゃあ、太陽をうちゴールでまあ買ってるんですけど、なんていうの、2種類を混ぜてるんですよ。うんうんうん、なんかそしたら、片っぽにはない栄養素を補えるんちゃうかなっていう基準と、うんうんうん、今の風でやったら、下痢が少なく、なったんです、うんうん、今までうんち緩かったんですけどどうなんですかねフード混ぜるとかそんなんてまあ、うんまあ、否定はしないですけど、はい、まあ別にどっちでもって感じですねでもあのいやっていうのが、まあ、どうしてもその混ぜるっていう状況がそもそも整ってますよって言われてるご飯を毎日あげるっていうなんかの呪縛から解き放たれてない感があるんですよ。ああそういうことですか。あるんですよ。だから2種類のフードを使うなら、はいはい、別に今日と明日で変えたらいいだけで、はいはい、なんか混ぜる意味ってあるんかな。ああそういうことですか、はい、なんかそのお客さんとかにもフードのこと聞いたりとか、はい、食べないんですっていうの聞くんですけど、うんうん、そのフードを変えすぎたら食べんくなるじゃないけど舌超えるみたいなみたいな言うじゃないですか贅沢にそう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 贅沢病になるみたいなよく言うじゃないですかはい、はい、あれは実際どうなんですか伊上さん的にはなんか半分正解半分間違いみたいなイメージはありますね、まあ、さっきその2種類ね混ぜる必要ないみたいな言い方したんですけど、はい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 、でも2社使ってるっていうのはすごい良くて、はい、一応アフコっていう基準をもとにみんな作ってるんですけど、はいはいはい、なんかその捉え方がメーカーによってちょっとこうまあまあまあそう違うというかですよね多分、はい、でメーカーによっては癖が出て、うんうんうん、あのなんとかって栄養が多すぎるとかギリギリラインですよとかはいはいいろいろあるんで、はい、あのばらけさせるのはそれ自体はいいと思うんですよただそれをあのこっちのタイミングで変えるならいいんですけどよくあるその贅沢病だなんだっていうのは、はい、ワンちゃんがいらんみたいなことをした時になるほど変えるんですよはい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 、はいあ、めっちゃ納得。ワンちゃんが主軸になってるワンちゃんがじゃあ食べんかったら変えてくれるって思っちゃうっていう。そうですね、かなと。ああ、ね、なるほど。
まあ、それはドライフードの種類もそうだし、はい、缶詰をちょっと乗っけてみるとかも、そうなんですよ。缶詰の方がまあ大体美味しいですよね。香りも高いし、あのお肉の量も多いし、ってなったらワンちゃん的には美味しいんで、かけたらかけんと食べへんようになるみたいな。ですよね。ね、聞きますよ。ね、なると思うんですけど、それはね、なると思うんですよ。ああ、やっぱりそれはそうなんですね。やっぱ、まあ、それはそっちの方が美味しいですもんね。そうなんですよ。で、あの時美味しかったのにってなるんで、だから僕よく缶詰を乗せるのは健康にもいいし、おすすめしてるんですよ。この複数のメーカーが混ざるっていうのと、あの水分が取れるっていうのとかでいいかなと思うんで勧めてるんですけど、1週間だけ僕の今回の話とか聞いて、1週間だけじゃあ缶詰乗せてみますとかっていうのはちょっとワンちゃんに酷かなと思うんです。ね、この1週間ええもん知ってもたら、そうなんで、あの0100じゃなくていいんで、例えば1割だけカリカリ減らして1割だけウェットフードと置き換えますとかだったら、コスト的に私続けられますっていうならやってみてっていうんですよ。なるほど。それができたら、あの贅沢になっても困らないと思って、なるほど。カリカリ90のウェット10じゃないと食べなくなったとしても、それを続ける前提でやって出るから、困らないかなと思うんですよ。ですよね。やったら缶詰の量増えるけど、まあ、フードの量も減ってるわけやから、まあ、そのコストはちょっと上がるかもしれないけど、あんまり言うたら。そう。で、それを、例えば缶詰の割合が、じゃあ半分になって、ドライフードも半分ですとなると、どんどんコストが上がっていくんで、その辺が、ね、1割だったら続けられる、2割だったら、3割だったらっていうのをこう。なるバランスを見てというか。そうですね。まあ、マックス全部缶詰でもいいと僕は思うんです。ああ、もうそれぐらい。乾き物ばっか食べてるって不自然なんで。ああ、そうですよ。犬的にってことですか、で生き物として。生き物として乾き物ばっか。やっぱりね、ないじゃないですか、自然界に。ああ、そういうこと、確かに。はい、それは血やったり、そんなんでも、普通野生やったら水分がじゃあ。そうですね。一応栄養の吸収も水分とこう栄養がくっついてる状態の方がいいって言われてて、はい、あ、そうなんですか。そうなんです。だからよくそのウェットフードの話とかすると、はい、じゃあカリカリフードを食べてうちの子水飲んでるからいいでしょみたいな言われるんですけど、それはカリカリと水なんですよ。ああ、もう別物という。ウェットフードはそれが合体してる状態なんですよね。なんで、まあなるべくこう、まあ、コスパ考えて、続けられる。確かに気合入っ、こうやってやっぱ話聞くと気合入るから1週間ぐらいパーって頑張るんですけど、そう、長い目で見た方が、それこそ手作りとかも頑張ってやりますって言ってくれたりするんですけど、はい、1週間でやめたら意味ないんで。ですよね。だったらもう週末だけでもいいし、はい、晩ご飯だけでもいいし、続けられる範囲で、あの自分のハードル下げつつやってもらった方がいいかなと思うんですよ。なるほど、確かに。ね、まあそれが一番、だから総合栄養食を上げてるからうちの子は大丈夫だっていうのが一番微妙かなっていう。マジですか。もうすごい考えでした。危ない。なんかね、いやだったらもうちょっと病気の子少ないと思うんですよね。うん、ああ、そうですか。やっぱあれは食が結構関わって病気になる子が多い、うん。もうあるように、その消化器官のトラブルとかは可能性高いんじゃないかなって。うん、例えば腎臓病とか肝臓病とか異常に多いんですけど。ああ、でも聞きます。肝臓の数値高いとか。ね、まともな食事食べてて、そこまで出るかなみたいなね。まあわかんないですよね、そこは。わかんないんですけど。ワンちゃんが、これ食べたらあかんみたいなもんってあるじゃないですか。ありますね。あれってネットで出て回ってるような、例えば 何があるか、ブドウチョコレートとかコーヒーとか、なんか、あれはまあやっぱその通りなんですかね。そうです。まあでも概ね合ってるんですけど、たまにこうオーバーなやつが あったりする。そうですね。例えば玉ねぎとかブドウとかだと、はい、急性の腎不全とか、血球が破裂したりとかって命に関わるんですよ。ほんまにダメだと思うんですけど。ああ、やっぱブドウ、玉ねぎとか。そうそうそう。その中には例えばキシリトールとかも、ああ、言いますよね。ワンちゃんって食べちゃダメなんですよ。なんですけど、キシリトールが含まれてるから、イチゴダメって書いてあるネットのサイトあったりとか。イチゴがダメ？そうです。イチゴって入ってるんですか、実際？入ってるんですよ。含まれてるんですけど。で、そのトラブルが出るまで、キシリトールの量が超えるまで、イチゴ食べようと思ったら、じゃあ何粒ですかねっていう。なるほど、なるほど。もう、ま、はい、めっちゃ少量やのに、はい、じゃあまあ、やばい値がここやとしたら、もう、なんか、そこまでは、基準値まではいかんやろ、みたいな。なんか0100の話というか、なんとかっていう成分を例えば何日間の間に何キロのワンちゃんが
何個以上食べたらトラブル出ますが正しい情報だと思うんですけど、何々を食べたらダメみたいな感じで、そこ全部飛んでるんで、確かにだからイチゴってダメなんですかみたいな、キャベツってなんかあれダメなんですかとかよく話で言うのが、例えばアボカド、アボカドの中のペルシンっていう成分が中毒性があるのでダメですよって言われるんですね。ペルシン、ペルシン、ペルシンです、うん、細かく言うとアボカドの種と皮と枝にはそれが含まれてるんですよ。でそれをなんか馬かなんかにこう動物実験でね、はい、与えた時にその中毒症状が出たんで、ダメですよみたいな話が広まってるんですけど、その果肉の部分は別に大丈夫なんですよね。ああはいはい、そう、種とか食べる部分ね、はい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 、普通に食べる部分は平気だったりするんですよ。で実際そのアボカドが含まれたフードっていうのが発売されてて、あるっすもんね、使ってましたもんね、アボダームって言うんですけど、あ、そうですか、言っていいんかな、これ、あ、ね、分かんない、多分まあまあ大丈夫と思うんですけど、はい、うん、とかもあるんですけど、その長年別にじゃあリコールがかかったこともなければトラブルもないんですけど、でむしろそのトリマーさんとかが一昔前すごい気に入って使ってくれてて、はい、ツヤが良くなったり肌の質が良くなったりとか、人間もアボカドって美容にいいって言われて、よく言いますよね、なんですごいいいところもあるのに、なんかそういう間違った情報だけが、アボカドはダメみたいな、厳密にアボカドのじゃあどの場所なのとか、そういうのがいろいろあるんか、まあ、もったいないですよね。なんでね、本当にダメなものもあるけど噂でちょっとやめちゃってるとかありますよね。確かになかなか僕もネットで見て、あ、アボカドあかんねやった、あ、わかったって思っちゃうっすけど、ですよね、厳密にまあそう、そうやって調べていったら、皮、種、枝とか以外は食べれるっていう、果肉には、なんかね、ごめんなさい、全然関係はちょっとないんですけど、はい、井上さんがなんでこういうのをしようと思ったのかがめっちゃ気になって、食育をってことですか、とかですね、その何歳ぐらいからこういうのに興味を持ってというか、このまでのなんか経緯をめっちゃ知りたいです。経緯はもともと僕新卒でペットショップに勤めてて、はい、でもそこは総合ペットだったんで、はい、いろんなペットがいる中に犬とか猫もあります、はいはいはい、だったんですけど、まあ、一旦ちょっと辞めた時期があって、はい、で別の仕事してたんですけど、はいはいはい、その時にあの同じように食育士をしてペットショップをしてる方がいて、はい、でそこでこう働かへんかみたいな話になったんですね。あー、なるほど。でそこでじゃあ働きますっていうので働かせてもらうにあたって、はい、まあ、そこのコンセプトがもう食育なんで、ペットフードショップなんですけど、うん、食事指導を組み合わせたショップって形だったんで、一、うん、スタッフになるんであれば、うん、もう一回勉強し直そうかなということで、で独学で一からやるとなんか偏り出そうだったから、一応食育士とかペットフーディストっていうのが資格であるんですよ、はい、でその中の一つをとりあえず勉強しようかなと思って受けたんですよね、はい、でそれがちなみにおいくつぐらいの時なんですか。32?1? あ、結構最近って言ったらですよ。え、そうなんですか。そんなもんですね。2かな、まあ、どこで勉強したって言われると難しいんですけど、あ、なんか都度って感じですね。あ、そうなんや、まあ、そういう出会いがあったから、じゃあ確かに知ったら面白そうやな。よかったらぜひ勉強してほしいです、ね、いや、したいですね。勉強の仕方が分からへん。太陽体細いフード足りてないですかね。なんか基準量以上上げてると思うんですよ、うん、まあ、一つ言えるのはドッグードのパッケージの裏に書いてある、うん、これだけ与えてくださいね、はい、うん、っていうのはあくまで目安なんですよね、うん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 、計算一応できるんですよ、体重かけるその年齢かける、はい、その例えば避妊去勢してますしてませんとかっていうのをこう数字入れたら、まあ、何キロカロリーですよっていうのを取れるんですよ、はいはい、でそのまま何キロカロリーですよ一旦置いといて、で今度そのフードが、100g で何キロカロリーかってそのフードごとで違うんですね。そうですね、お肉の量とか、うんうんうん、お米の量とかで変わってくるんで違うんですよ。でさっき の, その何キロ必要ですかと、うん、このフードは 100g 何キロカロリーですを割り算してるだけなんですよ。なるほど、はい、だから一応計算上これぐらいっていうのを決めてるんですけど、例えばまあ身長170センチの男性だったらご飯に入るとかそんなもんなんですよ。部活やめたんやったら一杯に減らしてくださいとかって書いてあるだけなんですよ。あー、そういうことですか、はい、もうそれだけぐらいの情報しかないってことですか。そうなんですよ。だけどじゃあ部活辞めたけどその後座りっぱなしの仕事してる人もいれば、うん、ドッグランで働いて一日中立ちっぱなしの人もいて、うん、家計的に痩せ方太い方とか、うん、ありますよね、筋肉量とか、あと性格がそのイラッチな方と、うん、
おおらかな方とかで全然こうエネルギーの消費も違えば栄養の入り方も違うよね。なのに書いてあるのはそう、もう統一したもう、まあ、数字上だけのものというか、はい、まあ、日本人、ね、外人さんもいる中で、はい、人種も関係なく、うんうん、身長170cm の人はご飯2杯って書いてるだけなんですよ。180cm の人は3杯って。はい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 、そうか。だからまあ僕もあんま鵜呑みにそれしなくて、だいたいなんか手づかみで固定しとって何杯分みたいなんでやっとって、太ってるかな痩せてるかなとかで見てやっとんですけど、その子を見て量を判断していけばまあいいっていう感じですか。痩せてたら足りてないし、太ってたら多いっていう。なるほど、もうそれぐらいの明確なシンプルですね。そうですね。あとまあ日本とかだったら季節があるんで、まあ、夏の方が太りやすいですし、冬の方が痩せやすいんで、本当は調整すべきなんですよね、ちょっとぐらいは。それやっぱ夏痩せに夏太りやすいっていうのはやっぱ暑くて運動量減るからですか。ではなくて、カロリーの消費って3つあるんですけど、気になる。運動と代謝、代謝、はい、消化です。食事の消化にカロリー使うってことですか。はい、その中で一番カロリー消費が多いのは代謝なんですよ。あー、運動じゃないですか。運動じゃないです。意外と運動量が多い少ないとかよりは、日々のこのぼーっとしてる時にどれぐらいこう使うかっていうのが大事になってくるんですけど、それがさっき言ってたイラチな人とかはずっと気張ってるんで結構痩せやすかったりするし、なんかボケーっとしてるオーラの人とかはエネルギー使う。でもイメージある人間もそうですよね。その中でさらに一番エネルギー使う、代謝の中でも一番エネルギー使うのが体温の維持だって言われてて、でまあワンちゃんだったら40度ぐらい、人間だったら36度ぐらいじゃないですか。なんですけど、エアコンと一緒で外の気温が30度の夏に5度上げるのと、外の気温が0度の冬に35度上げるのとだと、どっちが電気代高いですかっていう話で、そら冬やもんね、はい、そこでエネルギーをいっぱい薪燃やさないと熱出ないんで、なるほどね、痩せる、そんな感じなんですよ。本当は調整した方が、はあ、なるほどね。冬とかで季節によってフードの量、もう変わってくるだろうしっていうところですよね。なんか勝手なイメージで、冬ってなんか野生の動物とか冬眠とかするじゃないですか、はい、逆に栄養をめっちゃ蓄えやすいんかなって勝手にイメージがあって、まあ、一応その吸収率も変わるとは言われてますね。絶対正解があんまなくて、やっぱその子によってこれですよねとか、この子はこう兄弟犬でも親子でも、ね、はい、一緒に飼っててもみんなやっぱ違うんで、そこをこうねアドバイスできる人がもっと増えればいいかなと思うんですよね。学びたい。いや、学びたいっす。これ学ぼうと思ったら。でも結局資格もまあ取ってみてあれだったんですけど、はい、浅く広くなんですよね。ああ、やっぱそうですよね。うん、一旦まあ浅く広くしといて、そこから深めていくみたいなパターンの方が、うんね、ワンちゃんがね、いろんなワンちゃんを見ていかないといけないんで。うんうんうん、ね、こういうドクランとかされてたら、うん、いやめちゃくちゃいろんな方がいるからいいと思いますけどね。ですよね。僕も1年スパンで今年はこれしたいっていうのを考えてて、はい、来年はちょっと犬の解剖学じゃなくて生態みたいなのをちょっと勉強したいなと思って。ああ、いいですね。でもこの食育も話聞いてたらやっぱ面白い世界やなとそうですよね、思ってきて、うん、そんな僕もアドバイスできたら、うん、ええんやろなって今聞いてて思いましたね。ですね。まあ、全部つながってるんで、多分どっから始めても、例えばね、筋肉をこうつけるためにはとか、じゃあ筋肉つきやすい栄養は何とか、多分絶対つながってくるんですよ。ああ、ですよね、確かに、はい。どっからでもいいと思います。ほんまっすね、はい、ちょっと今したいことからじゃあ。そうそっか。なんか、亜美さん、質問とかあります？なんか、聞いとって気になるとか、家の方とかでもいいと思うんですけど。一匹目が、胸の毛が、はい、ちょっとここだけパッてなくて毛がなくて、その今乳酸菌を栄養が足りひんのかなと思って飲んでるんですけど、うんうん、まあ、ちなみに犬種って何ですか。チワックスなんですけど。チワックスですか。はい、まあ、その毛が少ないっていうのもいろんな理由があって、一つは、まあ、例えば栄養不足もあるだろうし、今言ってたストレスで、胸はあんまないかもですけど、はい、例えばかきむしるとか、はい、かじるっていうのを頻繁にすると、うん、そこの毛がなくなったり、そうですよね、はい、っていうのもあるし、まあ、病気もあるし、まあいろいろあると思うんですよ、うん、なんでそれを探っていくしかない。
そうですね、どれが原因なのか。だから、まあ、僕ら食育士としては一応やっぱ病院とタッグは組みたい、何の病気かわからない状態でアドバイスくださいみたいな感じだと多分こうかなとかになっちゃったりするんですよ。とか、なんとか病ですかねって聞かれても、僕なんとか病ですって言ったら本当はルール違反なんですよ。獣医師じゃないの、診断しちゃダメなんですよ。だから一応診断もらってきてくださいっていうのも一つ言うんですけど、で、まあ、少なくとも病気じゃないっていうのを病院で診断してもらえると一個消せるんで、確かに看護師として、はい、いいかなっていう感じですね。で、次じゃあ栄養不足かなとか、爪とか毛とかっていうのは、はい、東洋の世界とかだと血が余るって書くんですよ。血瘍だったかなって言うんですけど、栄養が内臓とか、まあ、心臓とかもそうですけど、その命に関わるところにまず優先的に使われて、でそういうのが終わった後に余ってたら爪きれいになります、毛がきれいになりますとかって言われるんですよね。なんで大きいトラブルは血液検査とかではまだ出てないけど、その序章じゃないかみたいな見方も一応できるんですよね。毛を生やすためにはね、やっぱりタンパク質必要なんで、コラーゲン取りましょうかとか、とか今言ってくれてたその善玉菌、乳酸菌、はい、っていうのは乳酸菌自体が毛の栄養になるわけではないんです。まあならなくはないです、タンパク質なんで、はい、やろうって思った情報は多分その腸活だと思うんですよね。お腹の中を整えてあげると、一応腸って今脳と皮膚と直結してる新しいもう一つの臓器、腸内細菌自体が臓器だって考えましょうっていうのがあって、この中の細菌号っていうのが、細菌の群れが一つの臓器だって考えないといけないぐらい重要ですよねって言われて、そこが崩れると皮膚トラブルだったり、あの脳っていうのはその性格も変わるって言われてて、なんで皮膚が悪かったら一旦腸活してみましょうかってのはよく言われるんです。で、腸活するってことは善玉菌入れるんですけど、善玉菌の一番代表格が乳酸菌なんで、乳酸菌入れますかみたいな話に多分なってるんだと。そこまで知ってたらめっちゃ納得っすよね。あ、じゃあだから乳酸菌あげてるんやっていう気になるっすよね。なんか乳酸菌あげとっていいですって言われても難しいですよね。乳酸菌イコール皮膚ではないですね。ちょっと周り回ってきて、ってなったらなんか納得した上であげれるからやっぱいいですね。そこ話せるのめっちゃいいですね。腸内バランスもその指紋と一緒で、一頭として同じワンちゃんいないって言われるんで、これが最高の善玉菌ですよ、ないんですよ。これが合うかどうかっていうのを全部試していかなくて、まあ、乳酸菌なのか麹か納豆菌かみたいな、で乳酸菌の中にも 400、500 種類あるし、組み合わせた方がいいのかとか、はい、合うの見つけるのが大変ですね。果てしないですね。ペット用品腸活結構いっぱい出てるんですけど、はいはいはい、適当に作ってるわけじゃなくて、各社が一番いいと思ったのを多分ちゃんと作ってるんですけど、それでも一等賞ができないんですよね。ばらけるんですよ、っていうジャンルなんで、その子に合った、そうそうそう、だから合うしかないです。そうですね、前の方が良かったとかっていうのを行ったり戻ったりしながらこう探していってみたいな。むず、判断もむずいですね。なんか、はい、じゃあ、生えてきましたってなったら、あ、どれが合ってたんやろっていうのをまず、そうですね。ですよね。そこも難しいですよね。多少継続しないと、大変ですね。完全に直そうと思ったら。難しいですね。皮膚もそうだし、涙焼けとかも。よくね、涙焼けもむずいですよね、なんか。あれも理由が山ほどあるんで、よく涙焼けが治るフードっていうのは、嘘ではないかもしれないですけど、まあ、10個ある涙焼けの理由のうち1つは改善しますよっていうぐらいのものなんですよ。なんでハマれば治るし、違う理由で涙焼けになってるから治らない。なるほど、ね、これ食っても全然治らんねんって文句言うのは、まあ、またお門違いじゃないけど、まあ、他に原因があるかもしれんから、そうですね、っていう感じで、まあ、ちょっと難しいんですけど、本当はこのフードは涙焼けのためにここを工夫してるんだなって分かって使えたらもっといいですよね。なるほど、栄養素とかを見てってことですか。栄養素のバランスとか食材の種類とかを見て、へえ、そこが分かったら試してダメだった時に違うアプローチを探せるんですけど、確かにそうですね、分かってなかったらもう涙焼けにいいっていうフードを謎に無限に使い続けるみたいなのやって、そう、そんなんで井上さんに聞けるんですか。今このフード涙焼けで使ってて、あ、はい、合わないんですけど、これってなんか
原因があるんですかねとか、このフード、涙焼きのフードの特徴はとか聞いたら、あ、分かると思います。答えてもらえるって、はい、三上さんめっちゃ若く見えはるじゃないですか。年齢的にもびっくりしたんですけど、それもなんかですか、自分人犬じゃなくて人のなんか若返りの成分とかを知ってるってことですか。あ、そうですよ。やっぱそうね。そうそうそう、いや冗談です。あんまり変なものが取らんようには気をつけてますけど、でもかといってその徹底してるかって言ったら、ジャンキーなもの食べたい時もあるしですよね、食べるんですけど、まあ、もし食事が原因でなんか見た目が出てるんだったら、はい、悪いものもなんか食べ続けなければいいと思うんですよ。別にね、あの月に1回ファミチキ食べようが、まあ変わらんすね、そうポテチ食べようがあのハンバーガー食べようがいいんですけど、それを週5でハンバーガーですとか、そうですね、積み重なったら、はい、週7で揚げ物ですみたいなことするとちょっとやばいねみたいな感じになるんで、ただそれがワンちゃんの場合は毎日同じものを食べてるんですよ。そうですね、なんで大事大事になってくるねっていう、そっかそっか、はい、やし毎日食べるのやめましょうねっていうのも一つだしっていう、もうなるほど、なるほど、一周した、はい、あ、なるほど、めっちゃ面白かったいいよ、いいですか、そんな、いやもうそうですね、あんまり遅なりすぎた全然怖いです、ね、いや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 、はい、まあまあそんな感じで、あのめっちゃいい、僕自身も知れたし、うん、これ見てくれる人も多分結構ためになる内容はあったと思うんで、はい、じゃあまた皆さんに共有させてもらいます。はい、全然、はい、はい、なんか店舗持たれるんですよね。そうですね、一応2月着工の4月オープンぐらいの目処で、はい、あの大阪府の豊中市にドッグランと食育を兼ねた食事の販売の、その用品、あの、ワンちゃんのドッグフードのお店と、はいはい、まあ、ちょっとだけ軽く休めるぐらいのカフェスペースみたいなのを検討というか、まあ、ほぼほぼそれで行こうってなってるんですけど。なるほど、なるほど。で、結構インスタライブとかもされたりして。そうですね、インスタではこんなやつの相手がその、はい、視聴者さんで質問もらって答えてみたいな、はい、ただやっぱ見てないんで、うんうんうん、その絶対がこの子はなんとかっていう病気なんで、ああですよこうですよは言えないですけど、まあ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 、まあ、多分こうなんでこうしたらどうですかとか、なるほど、アドバイスみたいなものはいただけど、それぐらいは、うん、またじゃあ、ひかみさんのインスタをこういうね、バーンって編集で消すんで、はい、ま、今ちょうどセミナーの、あの過去セミナーですけど、はい、食事のセミナーの開放というか、お見れるようになってますか、うん、まあ、ちょっと有料なんですけどね、あ、してるんで、まあ、でもあのリアルタイムで見てた方と比べるとちょっとお得に見れる、まあ、興味があればですね、わかりました、じゃあそういうのもあるみたいなんで、はい、ま、聞ける方ぜひぜひ。全然こっち見てなかったですね。いや全然いいと思います。もう、はい、YouTube ってこっち見なあかんの？なんかあるっすけどね。もうでもこっちメインやったんで、もう垂れ流し動画なんで。いいですか。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。